ダーケストダンジョンでは空洞になる鍵となる。クエストは失敗に終わるか、放棄せざるを得ないだろう。ヒーローたちが一度死んでしまえば生き返ることはない。データは常にオートセーブされるため後戻りすることもできない。ゲームの大部分がプレイヤーの手にかかっている。どこまで冒険心を奮い立たせるのか、村の再建のためにリスクをどれだけ犯すのか、お気に入りのヒーローの命を救うために何を犠牲にするのか。さあ今回ですね、ダーケストダンジョンという、すごく有名でね、好評な、ローグライク RPG ゲームをやっていきたいと思うんですけど、このゲームね、ダークファンタジーな世界観で、冒険者を管理するゲームなんですけど、冒険の際のストレスや恐怖っていったものを管理して、うまくね、ダンジョンを進めていくゲームですね。で最近ね、2が発表されたので、ちょっと1をね、やったことがないので、ちょっと1回ね、やってみようかなと。で、公式に日本語に対応しているので、こうね、出ていますけども、昔ね、そのする前の状況で、確か有志モッド的なものに似てるんで、それがこれかなと思いますね。DLC もあるんですが、今回 DLC はね、なし。ね、無料 DLC でキャラクター増えるものありますけど、なんだろう、追加要素的なものはちょっと入れずにね、難易度が上がるみたいなので、これでいけばいいのかな。これもいらないのかな、どうだろう。これは初めての領地でしょうか。赤の宮廷はゲームの難易度と複雑さを増加させますので、あ、はい。で、難易度があるんですけど、真ん中が普通ですね。一番上は決して簡単とは言えないが、通常モードよりも攻略しよう時間が短く、難易度も控えめとなっている。入門やりたいわけじゃないからね。通常で行きましょう。ちなみにこれだと、時間制限があるのかな？時間制限はないがっていうのはあるってことですよね。へぇ、まあ。2周目、3周目でやりましょう。そういうのはね。あと2が出るまでに、一回ね、死ぬか、クリアするかやってみたいですね。You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other.Damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. さあ、馬車が壊れたため村まで歩いて、帰ると。現在広間にいる。前に進むには地図上の他の広間をクリックすることでつながっている通路へ出ることができる。ダンジョンですね。いやー、おお、動けますね。マウス、ああ、なるほどね。これで次か。ブリガンドがこの道を走り。ブリガンド。これ移動ですね。今のパーティーはレイナルド・クルセイダーとディスマス・オイハギ。あ、この二人ね。ナイトと盗賊的なことですよね。すごいミスマッチですけど、この二人の関係はどうなんだろうね。まあ行きましょう。お？何？行きましょう。おぉ。ブリガンド。人間ですね。敵をやっつけろ。戦闘はターンベースでやる。ヒーローのターンが来るとスキルアイコンをクリックし、続けてハイライトされたターゲットをクリックする。これだね、このマークだよね。特定のスキルを選択できない場合、そのヒーローは別のスポットにいる必要があるか、ターゲットがまあこの範囲にいないと。OK？ いやー、世界観的にはね、すごく好きで、ずっとやろうと思っていたんですけどね、ちょっと割と2の発表に合わせてね、ようやく思い越しが上がったと。これはね、この赤い2つが範囲でしょ。
ACC はダメージですよね。ゼロ。あ、命中率か。あ、なるほどね。基本的に当たりやすいんだね。ダメージは普通に DMG にだね。はい。で、93% 当たって、クリティカル率 5% でダメージが4から8。この、ダッチなのかな。これが防御力ですね。急所にドンピシャー。いいね。強化。会心。強打。これデバフかな？ダメージ補正マイナス 40%。デバフですね。で、自分を強化して、強、ヘイトを集めんのかな、これはね。まあ、普通に行きますね。ちょっとスキル見ていきたいですけどね。あんまり最初のダンジョンなんで、時間もかけたくない的なとこあるけど。で、これ、ローグライク RPG なので、キャラクターに個性的なものがついてるんですよ。それがね、まあ、いいように作用するし、悪いようにも作用するので、それもちょっと見た方がいいんでしょうね。これは干渉可能のオブジェクトで W とかでなんか触れれると。誰かが最近ここでキャンプした。あ、お金めっちゃ置いていきましたね。襲われたのかな？荒らしすぎじゃない？ぶっ壊しましたね。さあ、このクルセイダーなんか悪人なんじゃないかな。待ち伏せ。ブリガンド銃兵。あー、銃か。こいつも持ってますからね。武道弾ってなんだろう。炸裂、炸裂弾というか、広範囲に当たって与えるんじゃないかな。 68% か。やろう。おいね、44。弱体化。お、お、危ない。あ、同じのかな。クリティカルを受ける確率がプラス 4% かなっていうデバフですね。ただクリティカルしやすいと。こいつ狙いたいな。こいつね、2マス分の大きさなのかな。これ2マスあるから本来奥行けるはずなんですけどね。じゃあ、まあ、狙いましょう。もう1回というか普通に狙って殺そうかな。基礎命中が85でダメージがちょっと下がるわけですね。でもこれどういう状況だ。マイナス 15% でプラス25対マークされたってあるけど、下がるけど上がるのかな。まあ いや、いきますね。さあ、とはこいつだけですね。死骸。モンスターが死ぬとほとんどが死骸を残す。この死骸一時的に障害物となり、その後消える。死骸を攻撃すれば早く破壊することもできるが、ヒーローが持っている遠隔スキル、オス引くスキル、または死骸除去スキルを使う方が得策だ。出血毒クリティカルで殺されたモンスター死骸を残さない。あー、なんかあんのかな。死骸食べる的な。モンスターって言っても相手人間ですからね。これは気絶 100%。 あ、ダメージ下がるけど気絶絶対するみたいな。いいね。はい、2対1で気絶させていくと。ここで追跡弾。ダメージ基礎値マイナス 80%。 潜伏を無視する。あ、敵によって使えるのかな。普通に狙いましょう。はい、出血レジスト、スピードマイナス1。なんかめっちゃついてますね。終わりです。与えた。あ、まずいね。普通にやればよかった。くそ、バランスを保てない。今のちょっと油断ですよね。死骸消えなかったですね。まあ戦闘後に消えましたけど。クエストの条件をクリアすると紋章をクリックすることでいつでも街へ戻ることができる。あー、帰ろう。あ、待って、宝箱開けてないな。あ、今のちょ罠ですか。まあでも最初のダンジョンだしいいかな。あ、換金ですね。ダンジョンで得た宝石を換金。食料も換金してますね。レベル上がったね。
レイナルト、ディスマス、ね、これ。罪の意識、現実非現実の行為を問わず重い罪の意識に苛まれている。どうした、ディスマス。警戒スピードをプラス4、1ラウンド目、あ、いいね、1ラウンド目強いんだ。ああいうのがなんか特性だと思うんですけど、みんな見ていかないとね。おかえり。お、この汚れた村と腐敗した土地は今やお前のものであり、これらに束縛されることになる。ああ、はいはい。廃墟への道が開かれた。ディスマスは現在見習いウハギレベル1、レイナルドは現在見習いクルセイダーレベル1。これがクエスト、長いですね。まあちょっと普通に進めてみましょうかね、それやるためにね。ヘルプ、ああ、ヘルプも大事ですよね、そういうのね。あんま見ないんですけど。戦死したヒーローはないね、当然か。まあ、当然ダンジョンの途中で死ぬからね、そういう人を見に来るわけですね。まあ、最初に読んでみましたけどね、オートセーブなんで死ねばそいつが蘇ることはないと。まだコツコツ育ててもね、死んでしまえば意味がないわけですよ。プロローグ。行商に高いですね。ストレスマイナス 15% っていうのはいいことなのかな。ストレスなんかなかったですよね。次ヒーローですね。4人のパーティーを組むためこのヒーロー全員を雇う必要があると。女と男兵士と無法者、愚か者と死人。あ、みんなここにやってくると。セロールド、ペスト医師、中世のあの医者ですよね。ペストマスクだっけな、つけている。修道場、これはなんか弓とかないの、あれ、こんなもん。家宝を駅馬車ネットワークのアップグレードに使う。3に増やす。リストのサイズを12に増やす。あー、なるほどね、はい、これでいっぱい人がやってくるわけですね。このマークって何なんだろう。終わりだね。あとはより多くの、あークエストに出発するときね。ちょっと今回はね、導入なんでここでいいと思うんですが、みんなの特徴とあと解明しましょう。まずレイナルドからですね。見習いクルセイダーですけど、光の戦士、松明残量が75を超えているとダメージがプラス 10% ってことだね。これが防御、命中補正は特にない。ダメージは6から12、この武器に依存かな、ですね。で、神への恐怖、アイフですか。村では祈りによってのみストレスが解消。盗難癖、アイテムを盗む癖があるか、良くないですね。次、ディスマス、石頭、気絶レジストプラス 15%、即反射神経、スピードプラス2で、さっきついた警戒ね。三流以下さまし、村でギャンブルを行うことができない。罪の意識、ああ、これもついたね。なんか良くないなこいつ。ちょっとね、ディスマスに私の名前をつけましょう。さあ、フルーツにしますね。これを自分の半身だと思ってやっていきますね。次、新加入セロールド、潜伏者、松明が少ないとダメージが増えるか。回復スキルプラス 10%、 キャンプ中。キャンプ中って何なんだろう。対悪魔恐怖症ですね。アンデッドに対してストレスがたまる。やわ肌、 HP が下がる。あれ、こいつあんまり良くないな。マンデル、ポジションがあるので、これはまあ光栄ですね。光栄、中光栄かな。こいつが中栄なのかな。中栄、中栄ってないか、別に真ん中ですね。真ん中目のポジション、前衛ね。徳の発言確率 5%、 毒レジストプラス10。これ野毛症かな。松明が少ないと、あ、見えないんですね。ダメージが下がってしまうと。あ、神へのついてますね。祈りのみ。まあ騎士と修道女なんで祈りでやるのはまあ変わってないから、別にこれは菊瀬なのかな。特に変なわけじゃないですね。奇壁かな。ちょっと次回ね、ダンジョン行きましょう。今回ね、まず導入と仲間ですね。
バランスいいのかな。レベルはないので上げていってかな。ですね。